これが非常に厄介です。さあフェイトアンカルルが4勝目、わからせリーチとなります。さあなんとか踏ん張れるか長谷川狭間対フェイタンカルル第6試合目。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action. ノビロジャー挑戦さあ10号熱いねこのジャー熱いねジャズさあ熱戦が上がる投げ長ビートタッチこれもありジャンピーが通ってもうここでラインを上げてくる。さあ様子見から大学方天神よく割り込んだ今のは準備ノーマルジャイアクになりそうでしたけどね。さあ次に手があって普通に立ち上がってきたカルルが当たる。さあ一本選手したのは狭間。レベル2立ち合いダイクラがサガパンキになってしまった。ボランテをやり過ごすがさあ固めになる中段ギリギリ姉さん生きている中段さあ爪を食らうが食らい逃げできない。毛玉ガードボディしてマンタータで時間を稼いでくる。さあ熱め継続からの F 式雨だ雨が来る。さあカルルが一本取り返してファイナルラウンド。さあこれはバグステー空中ヒットにうまく合わせていきました。立ち火立ちで拾ってこれはすでに EA が来る。あー EA は使用経費でしょうね。もはや油断しました。危ないかかっとめ消えとけ飛ぶの1さあ頭がビョンビョンしているがかかっとめやばき1さあ裏回り探しカウンターから取っていく。おっと三振入れ込み OD これが通って爆説部署も多分兼ねてたかもしれませんが長谷川踏ん張った2勝目 4-2 です。 Here comes a new challenger. さあ第7試合目依然ピンチなのは狭間側ではありますが5連敗による降格はなんとか回避できた。消えとけかかめなんですよね。もうみんな文字単位っていうのはトップの文字単位なんで5連敗するとどうしても降格はちらつくわけですね。まあ今平均タイムだいぶ上がってきたんで、すぐね、復帰できる可能性もあるんですが、さあ立ち回り勝負になっているが狭間が苦しいのは体力的にも明らか。さああのうどんにカルルとレイチェルさえいなければ、コンタクトの方が続けたと言わしめた組み合わせでもあります。
お待ちなさい。ロビーしっかりガードしていく。危ないな。油断したり。さあダメージ通りでってボランティアにかからない。この辺はいいハンターさんがラインを上げられてしまうと。うわー、シャガシーとブリオが総裁。逆に総裁ということは反応して立ち落ちれば彼の本体にクリーンさせる可能性はありますけど、なかなか難しいですね。ボランティア、ボランティア殴れない。あーっとって濡れたらフェイタルカウンターだが思いつ、さあこれはうまくかわそうと思ったんですが、バックステに綺麗にコンボを決めてきた。シャガシータイク、ジャコをしっかり捕まえて、うーん、 2D 噛まない。さすがカルル、いえ、さあ殴り込んできましたぞ。カッターでですカルが、センサーが邪魔。さあ変則的なウロボロスで攻め込んでいくが、ギリ 4D B 発生。うんっと、いえ、さあここが勝負と見た。一気に画面端から残さない。いちいちファイナルラウンド。さあただお互い OD 温存してファイナルラウンドに突入ですが、開幕取っていくのはカルル。なんと裏側もちょいちょい見せてるか。これもファイナルカルル分からないし、ちょっと大きな場合。おお、雨が増える。出た、ラストリガーから。これは残らないか。残らないですね。さあ時間だった。というわけで第1試合、フェイタンカルル対長谷川狭間はフェイタンカルルの勝利となりました。おめでとうございます。大丈夫ですね。はい、じゃあ第2試合いきましょう。第2試合は町狭間対和田光白面の対決となります。これで1回戦が終了。これでって言ってもここから最低5試合あるんですけど、1回戦が終了してシード組も合わせての準決勝がスタートとなります。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action。まこいな、ゴルジですが、ゴルジですが、おお、お強い、ゴルジですが、伸びていきますよ、いきますよ。さあ、今日も昼間から驚きました。対戦をしていたこの二人の対決となりますが、どうでしょうか。では、こっちから。アタッコーの方が多分、勝ってはいると思うんですけど、この5試合戦時の間に、まあ、そのコーを取れるかというのが話が変わってきますね。固めていって投げからの、うんと青いぞ、かっこいい。ここもかっこいいし結構減るよな。ただまあドミッチャクなら連射2段目引っかかりますね。ガードにちょっとでも離れてるとやっぱり狭間には連射2段目が光ってしまって、カバーが確定なにまう状況になってしまいます。まあ、それを作るには、エスパー気味のグレンとかしかないわけですね。怪しい対空が、あんただな、これはいろいろあった。いつものお茶の濁し方をしていく。
さあ、大体微妙だが、ここで逆転したか。行きますよ。何何何何だい。さあ、柳に対して OD、 柳の終わりを投げようと思ったら、テイクで椿が飛んできた。一歩停止したのは悪面。立ち入れたいく、立ち入れたいく。さあ、お互い立ち入れ振っていく。ここでバクって潰しの2回出したチビ。これからこれから全力方天神。さあ、天空の勝ちパターンだが、もう超えなそうよね。打っていく。はぁ、なに2D の外から、シャガパンカー取られてないですね。ちょうどこうちょっと噛み合ったか。ピーチでファイナルラウンド。さあ、これジャンピージャンへね入れ込んでしまうとというところで使えないと。さあ、6A カウンター指導減ります。青いけど野外下がるの読んでいた。エンパで追っかけて、ここは EA まで綺麗に詰めていきます。いきますよ、いきますよ。断鉄ストール。さあ、バースト使っていくが、上投げ。さあ、これはどうだ、さすがに残るか。残りますね。さあ、4チームスッといきました。まず1試合目先制したのはワタッコーの白面です。何や、こういうもん買わないと無理だな、これ顔。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ、2試合目は白面の OD に対して頭はコンボを決めていくが、さあ、立ち下投げに OD だが、コンボがやはり怪しい。おっと、マジに長押しに対してこのジブレットからの、6A で一本選手したのはハドマン。これは1投げ、 6D が耐える。おい、いろいろある。さあ、全て噛み合っているぞ、ハガマが。普通に投げて、なんで 6C から円までは拾えない。アギとかカウンター、アギとカウンターの時はやっぱ3000安定して持ってけた。1ゲージとしてはかなり安心。カウンター、これはもう天馬というか口読みですよね。しっかりコンボを決めて、さあ、バーストが遅れた。何やっても死ぬじゃんっていう話なんだけど、さあ、あるのかこれ、ないのか。ある、なるほど。ではフォローしていく。ロクビー OD 使った。あーっと、ここは読み合っていったが、冷静に ED を、まあ、投げてというかカウンターしてなかったですけど、投げていきまして、頭が取り返していきます。11 Please select your character.
Aquaman. さあ、まあステニー D でジャイコーテニーがステニー D で終わりかなとか思ったら終わんなくて、あわやという展開になりましたけども、さすがに落とす、それが落としたらちょっとでかいですからね。落ちていきました。これからが本番ですよ。あらまん、さあ、あらまは生 OD で時間長い分期待値結構高いんですけどね、そのころその引っ掛けが精度が高くなっているだけ。生 OD の恩恵といえば白面ももっとあるわけですけど、キャラ的にあんまり生 OD を使ったんやないか。一本停止したのは白面です。レベル2アクション。開幕 OD 大好きな人はね言ってるんですけど、最近はなんかキッチンやってるのかな、家庭用で真面目にエンマ。さあ、ゲージ使っていく。はい、ホームラン。真面目に繋がっていないが、バースト。え？オッケー、ヒットしたが、5分ぐらいだっけ、ヒットして。明らかに奇襲が遅かった。タクシー2段目から引っかかるが。さあ、これは一時コンボ判断いいですね。やはり探しホタルがつながるところ